はい、速稼塾の久保です。11月3日朝5時なんですけども、今日は最大のね材料が入りますんで、相場解説はなしでよろしくお願いします。今日はね、どんな値動きになるのか、アメリカの大統領が決まる日ですから、もうね、テクニカルとかファンダメンタルとかもうぐっちゃぐちゃでございます。こういう時はやらないに限るんですよね。で、気をつけていただきたいのは、こういうふうなね、アメリカの大統領とか日本の総理大臣が決まるとか決まらないとかっていう時に、相場は独特な動きをすると思うんですよ。そしてその相場の動きが止まった時に、いきなりですね、いやー今日は儲かりましたね、やっぱこういう時は結果がはっきり分かっていたから誰でも儲けられますよねみたいな感じで、いきなりね、自分は勝ちましたっていう言い出す人がいるんですよ。それはね、本当にそういう人がいるのかもしれませんけども、どちらかというと私の判断は逆で、こういう時は発信ができないんですよね。やっぱりね、難しいですよ、こんなね、大材料の時は。あまりにも極端すぎて、米国の雇用調整どころではないんですよね。雇用調整って一つ の部分だけでも大荒れするのに、そういう時でも材料だから避けていましょうっていうのに、アメリカの全部のね、方向性が変わるかどうかっていう大統領選挙の時、その結果が出る時に、いや、とてもではないけど、私はちょっと相場の世界から全ての資金を引いてですね、見ているだけっていうのが、正解かと思います。じゃあちょっとね、一応ですから画面を切り替えてみましょうか。今ね、どんな値動きをしているのかってことはもうちょっとね置いといて、デイリーから見ていきましょう。デイリーね、大きく右肩下がりですよね。で、右肩下がりは変わらないと思います。もうこれはね、売りでこれからも取っていくしかないと思います。大統領選があるから分かりませんけどね。で、4時間足は瞬間的に上昇してますよね。だから小さい時間軸なら1時間足でも上昇倍なんですよ。でも全体的には強い流れっていうのは右肩下がりになってますから、このままね、セルで取っていく戦略でよろしいかと思います。ただし、繰り返します、しつこく言いますけども、今日は大統領選なんで、この値動きがね、わからないんですよ。おおよそはトランプ大統領はドル安の方向で政策を取ってますんで、要するに円高に向かうと思うんでね、図から見るとどん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 下の方に向かっていくと思います。そういう感じではデイリーとかマンスリーという動きはね、そのまんま、順目に沿っていくと思うんですよ。今ね、そのぐらいしかわからないですし、今日はもう完全にお休みした方がいいと思います。で、4日ぐらいから5日、6日にかけて、方向性がまたね、決まってきますんで、その方向で改めて、相場解説など続けていきたいと思いますね。しゃっくりが出てきましたね。はい、ということで、本日は、相場解説、こういう理由でなしです。私の力量ではありません。そして注意するべき点は、こういう時にいきなりね、自分はやってました、儲かりましたっていう風に出てくる人です。正直にね、言いますとね、ほとんどの人はこれはできないですよ、こういう時は。こういう時はやっぱり資金を抜くべきですよね。米国雇用調整の時でも材料が大荒れするから、見ていましょうっていう風なね、教える方が多い中でね、アメリカ大統領の時は乗らない方がいいと思いますけどね。はい、あとはね、皆さんの判断でございます。また明日お会いしましょう。失礼します。